ございます。今日はですね、青空の弾き語りをしていきたいと思うんですけど、やっぱり自分のそのできない部分っていうのがある曲のコードなので、すごく緊張してるんですけど、まあ自然体で。ブランカの向こう側、カッコつけた騎兵隊がインディアを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様には色を送り、天国へのパスポートをねたるなんて、本気なのか、誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ。隠している、その手を見せてみろよ。ところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい、こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める、眩しいほど青い空の真下で。お疲れ様です。はい、今、青空の弾き語りのレコーディングが終わりました。今日スタジオに入って、スタッフの皆さんと話した時に、ギター始めてまだ3ヶ月よって言われて、でもう3ヶ月経ったんだっていう気持ちもあるし、まだ3ヶ月しか経ってないんだっていう気持ちもあるっていう、なんかちょっとこう不思議な気持ちでいるんですけど、まあ3ヶ月、初めて3ヶ月で、新曲もでき始めてきていて、こうして自分のこのギターの技術だったりも、だんだんとこう自分でこう上がってってるなって少し分かるぐらい、スタッフの皆さんと一緒に高め合っていけてるなっていうのを実感した、今回はレコーディングになったなと思うので、この曲はお父さんと、まあ、昔から歌ってきた曲で、いろんな人に聴いてほしい曲だし、僕がすごく好きな音楽だったので、今回弾き語りで歌わせていただきました。皆さんありがとうございます。またこう多分いろいろメイキング上がると思うので、皆さん楽しみにしておいてほしいです。なんかあれやりたいですね、質問コーナーみたいな。やっぱミュージックプロジェクト指導して、まだ僕のことを知らない方、初めて宮瀬リビューを知ってくれた方に対して、ちょっと質問を答えたいなと思うので、皆さん質問募集します。楽曲リクエストとか、やっぱそのいろんなこう質問をその皆さんに僕にこう聞いてほしいなと思って、皆さんぜひ100個質問送ってください。よろしくお願いいたします。最高な弾き語りができたと思います。皆さん、僕の成長過程をこのミュージックプロジェクトの YouTube とともに見ていてください。バイバーイ。